久保さん、今回物語の語りにしましょうか。多分まあ、この億万長者合宿ね、多分、類を見ないですよね。まあ僕がちょっと残念だったのが <laughs>、まあ、R34 マガジンはね、一個もですよ。2万本以上アップして、一個も、その警告みたいな、今回みたいな、あの、切符というかね、その、あの、あれ、切られてなかったんですよ。そう。 まあ今回切られたんですよね。事前警告で。あれ、ずっと残るんですよ。だから、ログインすると事前警告のね。だ次僕が、なんか違反すると、多分、あの、なんか、制限食らうと思うんですけど。じゃ、その動画が久保哲郎みたいなね。<laughs> 久保哲郎の、あの、カンボジアの子供を救ってますみたいなね。別に悪い動画じゃないと思うんですけど、多分あれは、まあまあ、あの、子供の、なんだろうな。 うん住所が特定されるとか、なんかその個人情報が載ってるみたいな、多分それで行かれたとは思うんですけど、久保さんがね、善意でやってね、こうやって見せたらね、それが、この情報がいっぱい載ってたから、多分あれで行かれたと思うんですけど、<laughs> まあ僕の動画じゃないんだけどな、みたいなね。<laughs> まあそれも、それも物語ですよね。逆を言うのならば。 この億万長で合宿をやってて、まあ、久保さんも多分ね、まあ、多分まあ、ちょっともう、さすがに懲りてると思うんで、ちょっと疑わしいことはやらないとは思うんですけど、多分もうせ、責められます。まあ、多分ね、あの、あの、多分ですよ、あの、子供のやつは間違いなく僕は、まあ、YouTube から来るメールだったり見る限りは、多分個人情報ですよね、それを特定できるような、多分それに判断された、ジャッジされたんじゃないかなと。 顔写真もあって、その子供の詳細がバーって書かれてるっていう。で、それを見せてしまったっていうね。多分あそこにあると思うんで。多分まあ、同じことはやらないと思いますし、多分さすがにちょっと、久保さんも残念な気持ちになると思うんですよね。10年ぐらいやってるわけじゃないですか、この久保哲郎アカウントは。さすがにやんちゃなことをやらないとは思うんですけど。うん。まあ、僕もね、まあ、あのー、 やらないですけどもただこれは YouTube が判断するので今はやらなくても過去の動画がね来ますからね久保さんね分 <laughs> かんないですねもううんだからまあそれもそれでね物語の一つかなとうんいや実はね R さんはマじあがマン食らったんだけど全部違反受けたのが久保さんの動画だよみたいな <laughs> ギャグですよね <laughs> そう億万長者合宿で 二人とも動画破滅。億万長者合宿のリレーをやりながら二人のアカウントが破滅するっていうねこれ物語じゃないですか、また。そう。まあ、ンに転生しますから大丈夫です。またあの復活しますんで、僕たちは。<laughs> そう。アカウントがなくなってもまた違うアカウントでできますからね。 たまあ語り継がれていくでしょうねこれはね多分多分まあほとんどの人はできないと思いますしまあこの久保隠居久保哲郎チャンネルと R34 マガジンが生き残れるんであるならばこのやり取りずっとログとして残りますので多分マジで伝説になると思いますよこれはいや僕もねこんな続くとは思わなかったですからねでもよく億万長者合宿でも言ってますけどこんなに続くとは思わなかったし振り返るともう 4000本は超えてると思うんですよね、多分。4000本超えてるかな多分5000本かなまあ結構もうそれぐらいなんですよ。でも、まあ日々やってることってこのリレーでね、1日数本、まあ多い時は数十本ありましたけども、大体今1日数本ぐらいですかもうん、やり取りしてますけどうん、まあそのタウンページで言うならば、このちょっと数枚こうめくってるだけですよ、毎回やってるのは。 でも地理も積もれば山となるじゃないですけども、まあ多分この本当リレーっていうのは死ぬまで、久保さんが死ぬまで続くだろうし、僕が死ぬまで続くだろうし、死んでも続くかもしれないし、久保さん、なんだ帰ってこないんだよっていうね、久保さんにね、ずっと語りつ、語り、久保さん、リレー帰ってこないよみたいな。で、そのうち山くん出てくるみたいなね。すいません、山田ですみたいな。<laughs> 親父が亡くなったんで僕やりますみたいなね <laughs> なんかあの、 どううなるんでしょうねそう大和くん出てきたら面白いですよね。まあ、大和くんが実家暮らししてるんだったら毎回ね、親父はもう毎日誰とやってんだみたいな話ですよね。毎回毎回毎日誰やこの人みたいなね。<laughs> 大和くんもびっくりですよね。もう毎回毎回、なんか親父、なんか、ね、画面の向こう側の吉谷ってやつと話してるみたいなね。 もしかしたら息子に語り継がれて大和君みたいな <laughs> <laughs> まあまあそれはそれになったら本当伝説ですねまああの多分ね久保さんの方が長生きするんだけ10年ですからねでもな僕の方が早く死んだろうな僕ね久保さんに,に勝てる気しないですね僕は早死にする気がするので久保さんなんか生命力強いじゃないですか 髪の毛も太いし、僕の、僕の生命力こんな感じなんで、早地にしそうっすよね、僕ね。<laughs> 久保さん、マジ剛毛すよね。久保さん、ハゲるってこと、まずありえないですよね、これね。<laughs> めちゃめちゃ太いっすね、これね。久保さんの生命力は多分強いと思うんで、はい。もう薄いっすから。いってらっしゃい。